ファイエット軍はアメリカ合衆国オハイオ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は29,030人であり、2000年の28,433人から2.1%増加した。軍庁所在地はワシントンコートハウス市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ファイエット軍はその全体でワシントンコートハウス小都市計を構成している。 ファイエット軍は1810年3月1日に設立され、軍名はアメリカ独立戦争で大陸軍の士官を務めたフランス人貴族ラファイエット公爵にちなんで名付けられた。ファイエット軍は1810年3月1日にハイランド軍とロス軍の一部を合わせて設立された。軍名はアメリカ独立戦争でアメリカ側につきフランス革命でも重要な役割を演じた。 フランス軍人かつ政治家、ラファイエット公爵にちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は407.02平方マイルであり、このうち陸地406.36平方マイル、水域は0.66平方マイルで、水域率は0.16%である。ファイエット軍空港は、軍が所有する一般用途空港であり、 ワシントン・コートハウス市の北東にある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ファイエット軍図、ファイエット軍は下記10の軍区に分割されている。ありがとうございます。